生まれていたら僕はどんな人間だったろう。縄文時代に生まれていたら上手に土器は作れないだろう。ありとあらゆる革命の最中、小判が目に入らなくなってきた。価値という言葉の価値を教えてよ。生まれた時から誰かのもので、時代の中に紛れた雨粒、金時豆と一緒に煮込むよ。ごとごとたわごと、たわごと、ごとごと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 たわたわごとごと。いいことといえば踊り来ることしか残されていないということ。世に迷い込んだ風音、獣は何を思う。大逆襲の折り返し地点はどこ、はたまた煮物のいい香りはどこから。作り話は永遠か、テレビジョン、インテレビジョン。泳ぐとこかれこれ五十数年立ちそうなとこ、歴史がそうさせた、君がそうさせた、海がそうさせた。たわごとごとごと煮込むとこかれこれ四十数年立ちそうなとこ、今だやっちまえなんてごめんだよ、今さ踊っちまえ。